火の付け方について順序があるので、その順序を一緒に見ていきましょう。はい、まずですね、ガス調節ネジと空気調節ネジが閉まっていることを確認すると。まあこれなぜかというとね、ガスが漏れていることを防ぐためですよね。はい、しっかりここがね、閉まっていることを確認しますと。はい、続いてです。はい、まず、元栓。はい、そして、コックの順に開いていきます。元栓ってこの先にあるんだけど、元栓を開くとガスが入ってくるよ。そしてこれがコックね。で、コックを開くと、はい、ガスがここまで入ってくるよということでしたね。はい、続いてです。マッチに火をつけ。マッチに火をつけるんですよ。最初にマッチに火をつけ。はい、ここです。ガス調節ネジを少しずつ開きながら配送するとガスがこうやってきて、あらかじめね、マッチに火をつけてありますから、このガスと合わさって、ボッと、ここで火がつくと。そういう流れなんですね。これ順番気をつけてくださいね。最初にガス調節ネジをさ、開いちゃうと、ここにガスがさ、溜まって、もしかしたら溢れすぎちゃってね、それに点火したら大変でしょ。だから、最初にあらかじめマッチに火をつけておく。その後にガス調節ネジを緩めると。この順番、気をつけてくださいと。ちなみにこのね、少しずつ開きながら、どっちにね、回すと開くのかっていうと、